これから3分間で電子回路技術によって世界がどのように変わってきたかまた今後この電子回路技術の発展によって私たちのライフスタイルがどのように変わっていくのかお話ししたいと思います皆さんご存知の通り世界で初めて月面着陸に成功した国はアメリカ合衆国ですがその成功の原動力となった科学技術が何かご存知でしょうか それはロバート・ノートン・ノイスとジャック・キルビーによって発明された集積回路 IC 技術ですこの技術によってたくさんの電子部品というのが小さな IC チップの中に収められるようになりロケットの重量というのが劇的に軽くなりましたこれによって当時の非力なエンジンでも月面への到達というのを可能にしたということになっていますまた近年ではこの集積回路技術によって固定式電話から 携帯式電話が生まれるなど私たちの身の回りにある電化製品というのはこの集積回路の塊といっても過言ではありません近年ではこの集積回路がますますの発展を遂げていまして現在はパソコンの CPU などには数億個のトランジスタというのが集積化されていますまたその技術というのは 数十ナノメートルといいう超微細加工技術によってて集積化されています今スクリーンの方には人間の毛髪の断面杉の花粉それから PM2.5 の粒子の比較を示していますが現在の集積回路技術というのはこの PM2.5 の粒子よりもはるかに精密に作られていますさて今後この集積回路技術の発達によって私たちのライフスタイルというのはどのように変化していくでしょうか 今後集積回路というのは数ナノメートルの高集積化が期待されますしまた電子回路の素材自体も従来の硬いものから柔らかいものへと変化していきますこのため私たちの身の回りにあるモバイル機器というのは身につけるものから人体へ貼り付けるものへと変化していくでしょうすなわちウェアラブルデバイスによって私たちの生活というのは大きく変化しますこれまでにもウネ時計型や メガネ型のデバイスを販売されていますがこれからは例えばネイル型やコンタクト型などのように直接人体へ貼り付けるタイプのデバイスというのが新たに誕生するでしょうまたこれまでのようにコンセントによってバッテリーにエネルギーを蓄えそれによって駆動するというタイプではなくワイヤレス給電などを用いて私たちの生活を大きく便利に変えていきますささあ高校生の皆さん私たちと一緒に 次の未来を想像しましょう。